ただいま12時半でございます。気温42度かな、1度かな。水温 20.8 度であります。さあこれから餌をあげたいと思います。あ、元気か君たち。ん、見えないね。よっしゃ、張り子の水温ただいま 17.4、 17.2、 15.8。 水量の多いのだけ 15.8 でございます。まずは火の当たるところに移動したいと思います。少しずつ餌をあげます。よいしょ、ほんの少しでございます。はい、どうだ、食べに来るか。食べに来る、上がってきました。よし、よし、よし。お、え、あ、餌まだ残ってんのかな。食べ、こちら食べます。餌食い問題ありません。現在のこの桶の水温21度、それに対してこちらのトロ舟14度しかありません。さあ餌をあげましょう。餌いっぱいあげます。こちら、よし、こちらも、こちらどうだ、ちょっとだけあげて様子を見る。食べに来ますね。よし、こちらも沈んでおります。少しだけ、こちらも沈んでおります。少しだけ。さあこちらは良さそう。こちらも沈んでおります。ちょっとだけ、こちらも沈んでいるので少しだけ。さあ向こうはいっぱい出てきましたね。こちらも、もう少しずつ食べる子はいっぱい。あー、餌がなくなりました。実は先日ボルボがお嫁に行ったので、やはりこんな波とたんを運んだり発泡スチロール運ぶ車が必要だということで、なんとかしようと思ってました。このボルボ購入しました。このボルボなので、これから取りに行きたいと思います。先週と同じくオークション会場を着きました。本日のお昼でございます。妻はハンバーグ定食、息子は、天ぷらうどん、そして私は先週と同じ味噌カツでございます。最後にオレンジジュースを飲んで終わりでございます。妻と長男が血圧を測っております。私も測ろう。血圧スタートします。出ました。最高142、最低70。まあいいか。いつも
オークション会場で会うイランの方ですが、非常に儲けております。この方は、そしてこちらの方、こちらの方も儲けております。こちら見てください。あ、写真、顔までいっちゃおうかな。禁煙タバコ、あ、だいたい電子タバコを吸っております。電子タバコ吸えるということはお金持ちの証拠であります。あれかな、多分そんな気がします。誰かがもう動かしてあるようです。当たりだったようです。お、ラッキー、タイヤ入ってる。あ、山いっぱいある、山いっぱいある、山いっぱいある、いいな。では一周見てみましょう。いいね、傷ない。透かして見るんですね、いい感じ。通常やれてるところもやれてない、いい感じ。ワイパーも OK。 あ、タイミングベルト交換済み。10万1000キロかな、10万キロの時にタイミングベルト交換してあります。ラッキー。ターボじゃないのでここにありません。オイルの状態も良さそうでございます。よいしょ。まあまあこんなもんかな。ちょっとオイルの量が少ない、そんなところ。いい感じ、いい感じ、いい感じであります。よっしゃ。こちらも見てみましょう。お、問題なさそう、問題なし、 OK。 山もそれなり OK。 パッドもある OK。 こちらのパッドもリア、リア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 、リアのパッドもある。お、乗り込んでみましょう。映っております、テレビでしょうか。これもこれもある。よし、いい感じ。エンジンかけてみましょう。いいですな、問題なさそう。中京テレビが入っております。 ETC もあります。パワーウィンドウ、パワーシート、問題ないです。後ろも問題なし。次は遠隔、問題なし。ミラー、下、上、左、右、向こうも問題ないです。やっぱり高かった分、いい車でした。エアコンも涼しい。ラジオは、うん、入ります。うん、音出ないよ。サンルーフのチェックをしてみましょう。誰もないです。動きます。シールド OK です。車検は1月の29日まであります。ラッキー。
よっしゃよし、じゃあ搬出しましょう。ちょっといただきました。はい、はい、はい、1万2000、はい、1万130、はい、OK、はい、どうも。なんとしたことでしょう。折れております。くわ、困りましたね。これは修理ですな。いい感じでございます。平均速度23キロで瞬間燃費平均燃費 15.5 でございます。 15.4、 まあ堤防を走ってますので60キロ設置走行に近いもんでありますが、まあ、問題点はここだけですな。ここだけ部品交換、そしてラジオの音がやっぱり出ない。さっき一瞬出たような気がしたんだけど、テレビだったか分かりません。うん、暖房もしっかり効いております。12度、よっしゃ。ただこれはマニュアルモードがないですな。マニュアルモードがない。まあ使うことないんで問題ないですが、基本的にうちが使うには全く問題ない状態であります。信号青になりました。スタート。ただいま段差を乗り越えたらラジオがブワンと大きな音でかかりましたが、また消えてしまいました。接触不良ですね。一番面倒なんだよね、接触不良って探すのが。すぐ見つかればいいんだけど。そんなところ、前の車50キロ制限のところ40キロで走ってるんですな。これじゃ燃費悪くなっちゃう。今30キロ、せめて50キロ出してほしいな。一瞬ラジオの音出ましたが、また消えました。今まで30キロ40キロだったので平均燃費が 13.8 になっちゃいました。ただいまの平均燃費 13.6 でございます。これから信号ばっかりの道を行くので燃費悪くなるかな。平均燃費 13.0 になっちゃいました。渋滞にちょっとハマってます。燃費 12.8、2回ほど信号ダッシュアクセルベタ踏みをしております。それで 12.8、 まあまあいいんじゃなかろうか。よいしょ、よし。しばしでお家でありますが、不良箇所はオーディオの音が出ない、出てたり出なかったりなので、どこかの接触不良。オーディオパネルの裏で直ればいいんですが、そしてこちら、ウインカーであります。安いといいんだけどな。まあその2点ですね、悪いところは。まあいいでしょう。本日の走行距離 31.2、 平均燃費 12.4。 ここへ来てからアイドリングちょっと長すぎたかな。相変わらずオーディオの音は出ません。問題ない。あ、シートヒーター、そういえばチェックしてない。まあこの辺は壊れたことないんで大丈夫でしょう。不具合箇所はその2箇所ですね。燃費も悪くないし、次はタイヤを下ろします。
モルボ純正。山もまだあります。よっしゃ、オッケー。早速診断器かけます。さあ、オッケー、リードコード、よし、エラー入ってないです。エラー入ってない。珍しいな、何もエラーが入ってないよ。よし、